はじめまして、株初心者です。パソコンもほぼ触ったことなく、これから準備していく予定です。50万円でデイトレード信用取引から挑戦します。松井証券を講座開設し、ホームページでいろいろと見てるんですが、会社を調べるとか YouTube でおっしゃっていた情報収集は具体的にどのような方法がありますかデイトレードで信用取引からするとなると、会社を調べると言っても、会社を調べるというより、 動きが大きいかどうかを調べるとかそういう風になってくるのであの僕は最初 えー、ずっとデイトレードをやってた時代があるんですけど会社が何をしてる会社かも知らない時もたくさんありましたし、まあ、知ってもあんまり意味がないのでそれより最近、えー、直近で大きなニュースが出たとか大きな動きをしてるとかでそういう値動きを研究してデイトレードする方が大事なので、まあ、会社を調べるとかっていうのはあんまり必要ないんじゃないでしょうか逆に、はい、トレード初心者です株価の値動きが激しい株ってどういう指標で分かるんですか,、まあランキングか まニュースですね。引けてからニュース見て、これは明日すごい大き,そ大きく動きそうだっていうのがあれば、登録しておくとか、まあ、その日すごいストップ高とかストップやつとかなったら、次の日も動く可能性が大きいから、登録しておくとか、で前の日に登録するやつと、その日は値上がりランキングとか見て、値下がりランキングとか見て登録するとかで、そうやって、下準備と当日のやつとで分けて、どっちも登録して、その中から選んでやるみたいな感じです。